今日は女子栄養大学において、令和5年和食文化学会第6回研究大会のために、福岡から朝一番で帰って、午後から菊の井の村田さんと、これからシンポジウムを行います。緊張しております。イエーイ。はい、東京に帰ってきてね、和食から見た洋食、洋食から見た和食というねシンポジウム、今日はねこれまた疲れるんですよね。皆さんご存知の天下のミシュランの三つ星、菊の井の村さんとバトルを、広げますけど、これはあの学生がね作ったコンクールのケーキですね。素晴らしい学生、見てください皆さん、学生がねこんなね、ケーキ作品を、作るんですよ、ね、このケーキを見ながらあの癒されて、いざ戦いへとね、これ巨匠あの村田さんと三國シェフとのシンポジウムです。2年前の時もシンポジウム東京開催での主導でシンポジウムのオンラインでやったことあるんですが、その時にもあの国際化の中の和食というテーマでやりまして、東京でやるということであればやはりあのそういう洋食、まあ興味皆さんいらっしゃってますけれども、そういうお店も多いし、なんで、別にその西が和食で東が洋食なんていう時はございませんけれども、この際思い切って和食を我々研究する側として洋食と和食を対比した視点で考えてみたらどうかということで、まあ楊先生に私の方から無理にお願いしたら、お二人とも快くお引き受けいただいて非常に光栄に思っております。まさにポイント的に絞ったらどういうことになりますか。食材調理法の特徴、比較特徴ということですね。三國先生はい、先ほどの村田さんも説明、していたように、その我々 その思考というか好みというのは、僕も、四谷の店37年かやって、もう初期と中期と後半というのは量もほとんど5分の1ぐらいになってたかな、初期よりも味付けとか、その時代時代によって、その先ほど小野さんのその思考はあの遺伝しないという、まあ全くその通りで、僕がその今から40年前か、あのヨーロッパで働いてた時に、まあ僕はあの隠れて刺身食べたりとか海藻を食べてたんだけど、もう奴ら気持ち悪いから近くに寄るななんて嫌がられてた人方が、もうお刺身はたくさん食べるし海藻もたくさん食べるようになったし、そういう意味であの皆さんのお話、まあこれは今後もそういう傾向がこう変わっていくんですね。で、そのまあ多分あの村さんのお店も何百年続いて、まあ四谷の店も37年、続けられたのは、そういうその日本だけではなくて、あのまあ村さん、まあ海外いたので村さんもそういう世界の動向の中のポジションで、いろいろその対応していった結果が、まあ、氷点高橋さんのお店なんか410年も続いてますし、でそので今はまさしくその世界中のシェフたちがその日本料理を学んで、
まあ、先ほど皆さんに誤解してほしくないんですけど、カロリーが低ければいいってもんではないのでなんかカロリーが高いと悪いようなイメージなんです。それはやはりその先ほど村さんもおっしゃった狩猟民族と農耕民族、僕は日本人なんですけど、なんとなく狩猟系なので、あれなんですけど、狩猟される命に似てるな。なので、まあ、それは世界中ね、五大大陸違うと思うんです。ただ、傾向としては、まあ、一昔は、ロブションさんに世界中が影響されたりとか、フェランさんに影響されたりとか、世界中は今はもう 100% 日本料理に世界中は影響されて、まあ、さっき村さんのヒントを、ね、そのどうしたらその料理をその軽く、まあ、僕もこうそのエスコフェの時代があって、それを50年後にフェルナンド・ポワンがとにかく軽くしたいんだと、料理を軽くしたいんだと、だからもっとバターを入れる、それはもう僕はそのこれから50年、100年、200年、その繰り返しだと思うんですね。ただその時に、どこの国、今は日本料理ですけど、どこの国が、それはインドかもしれないし、アジアのどこかの国かもしれないし、それはどこの国か分かりませんけど、そこにやっぱり我々アンテナを張って、まあ、村さんであれば、その時代に和食をやはりこう、耐えさせないようにしなければいけないだろうし、僕は、まあ、フランス料理やってますんで、その時代にフランス料理を再殺させないような、まあ、そういう、まあ、努力とか、まあ、今僕村さんのお話を聞いて、それまで死ぬから料理人じゃなくて学者みたいな、いつ僕が知ってる昔の村さんとは全く違う人でね、いつだったっけ、まあ、それだけ努力、まあ、僕的には僕はそういうふうに思っております。世界の料理はね、どんどん近づいていってると、はい、全体にね。それから結局トップの、もうピラミッドのテンプルストーンみたいなとこはまあまあだんだん同じようなことになってきてますよね。それからその料理を軽くするためにポアンさんみたいにバター入れんねんっていうような発想はもうないですよね、フランス料理の人も。それからフランス料理の人も、日本料理の人もみんな酔ってより、人類のために、体に良くて美味しい料理をいかに作れるかというとこを切磋琢磨していく時代でしょうね。で、まあまあこれからこの100億人を超えるともう地球上での、人類を、生存させるだけの食料は地球から出てこないんで、でこれをなんとかせないかん。で、まあまあ、こっちちょっと外れますけど、言いたいのは今僕はシーベジタブルファームを作りたいと。だからシーベジタブルってまあアメリカ人はシーウェイドっていうんですけど、海の雑草っていうんですけどあれね、タンパク質 10% あるんで、乾燥すると 40% のタンパク質があるんで、将来コオロギをバーにして食べるよりも海藻食べる方がいいでしょ。それから日本の海、日本の海岸線はアメリカの3倍あるんで、その、日本中の海に、暑いとこも寒いとこもありますけど、それに適した海藻が食べられるだけでも1500種類ありますんで、1500種類の海藻が、日本の海に全部、ファームになりますと CO2 の吸収量、それから、小魚が寄ってきて大きい魚も寄ってきて、将来の食料問題を解決できるし、海もきれいになる。だからね、皆さん方別にこれそんなことしゃべれって先生に言われてないんですけどぜひ、シーベジタブルファームを
作ることに NPO じゃは一般社団を立ち上げましたんで、またあれをパソコン内で見てください。フランス留学のお話して、おられましたけれども、もう一度その行かれたその動機をもうちょっと細かく、なおかつそこでどんな成果が成果があったら、まあその成果を含めて今の室さんがおわりになるんだと思うんですけれども、ちょっとご披露いただければ。まあもともと大阪城から高台寺に移った、その姉さんについて移ったお茶をしてる、まあ盆さんっていうんですかね、やったんですけども、それからそれがリストラされて、5代前にリストラされて3代前から料理屋をやってるわけですけども、それから重たいでしょそれで、じいさんも親父も、料理やってる、重たいから逃げたろと思いますわな。で、小さい時からもうそれを後親にやって言われてると、なんとかこれを逃げる方法はないのかいなと思って、で、まあまあサラリーマンやるほど勉強してへんし、で、まあまあ、料理食べるのは好きやから、フランス料理は、その頃ね、やっぱり刺身よりもシチューの方が美味しいですからねフランス料理がええなと思ってて、で、まあまあうちの先代に、もう日本料理やめます、フランス料理やりたいって言ったら、お前なんか当てにしてへんから好きにせでそれやったらフランス行ってこいって、もう京都料理勉強するためにみんな京都来はんねんと、フランス料理勉強するにはフランス行ってパリに行ってこいって、やばいことになったなと思ってたんですよねで、明日金用意しといたからすぐ行けって言われて、いやいやちょっと待ってくださいと、終電とフライトで行くんで、ちょっとその申し込んでからにします言うて、で、いまだにおふくろ、もう96歳ですけど、まだ言うてますわ、私が貯めてたお金はあんたが持っていったで、まあまあそのおかげですわ、それからもうまあまあまあ三国が言うてるようにただのアホボンでしたからねもうずっとぬーっと座って、もう何の苦労もなかったですから、結局おんば日傘で座ってるようなもんですから、これで何の苦労もなかったらほんまにただの極道息子そのものですけども、そのヨーロッパ行ってヨーロッパの国を陸担いで全部回りましたから、北は北欧から南は、マラガまで行ってジブラルタル海峡を渡るか渡らへんかまで行ってましたから、それから全部回って大体こうヨーロッパ全部回ったという気はしましたね。だからそこでえらい考え方も変わったし、まあ汽車いつ来るか分からへんし、いつ着くか分からへんような汽車に乗ってあちこち行ってると、まあ度胸もつくし、野宿せんないようなこともあるしっていうような、ことが続いて、やっとボンが抜けましたねそれからボンが抜けてへんだら、なんか何をしようかっていうのが、こう最初三国みたいに、もう俺はもう一流のシェフになんやという、その最初から、その思いが人を変えますから、で、フランス行ったから、日本料理を世界の料理にしたいというふうに思ったわけで、それがなかったらただ単に飯食うて寝てるだけですよね
それからビジョンができて初めて、料理人としてその何をやらなあかんかっていうようなことを考えるようになったわけですから、はい、はい、このシンポジウムはね、和食を世界に広めようっていう和食のシンポジウムなんですけど、ご依頼で洋食から見た和食を、まあ、三國さんに語ってください、まあ、フランス料理と日本料理の共通点、それを説明して、いろんなちょっとマニアックな勉強会ですけど、村田さんの和食というものはどういうものかということで非常に非常に僕も勉強になりました。です。